しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日から留学しガチャが復刻ということでガチャ引いていきたいと思います。今回なんですけれども、新キャラで星6ですね。星6なので交換ができないということは本当にガチャから出さなきゃいけないっていうキャラなんですけども、星6でアズハ、このキャラが、このね、スキル変身後のスキルが特徴的です。2ターンでエンハンスが打てます。はい、あとですね、ディロット、まあこれは確定枠なので本当にアズハが引ければいいかな。確定枠というかドロップ枠で確定ガチャがあるので、はい、アズハだけ引ければまあコンプなのかなっていう感じです。はい、ということで今回ですね、30連回していきたいと思います。34回引けるんですけど、ちょっと育成用に石を残させていただいて30連回します。あとはあれですね、メール、まあこのメール文からもしアズハが出ようものならもう大勝利です、その時点で。どいや、今回は銀はないんですけど金はあって、あとダイヤですね。確率どんなもんだ。あ、星7が 2% で星6が 6.5% か。まあまあまあ出るさ、30回引けば出るさ、信じてる。 OK、 これでアズハ、アズハ、アズハ、これはアレンドですね。ルマンドみたいですね。はい、進化後これね、しっかり火力出せるし、うん、雲耐性素で持ってるのとガードブレイク持ってるのでかいっすね。スキルも軽いし。はい、続きまして、まあこれ確定ディロットガチャです。でこの着せ替えドロップがね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。音楽の授業みたいな記号がね、これ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 。では星7確定ガチャ参りましょう。これは別にまあ何でもいいけど、あのね、武器にしちゃった子たちもいるんですよ。フェロンとかね、武器にしちゃってるんで。おー、テオールか。テオールは進化前持ってないかな。進化ごと武器あって、オッケーオッケー。進化前がね、もろもろ強化されてて、これも火闇半減になったのかな。軽減だったのが半減になってると思われます、確か。はい、ありがとうございます。さあここからです、本番は。アズハ引きましょう。あ、その前にちょっと留学士ボックス見ますか。留学士ボックス、はい、私の留学士ボックスこんな感じです。まあ育成が済んでないのはちょっとご容赦ください。まあルティナとかはね、しっかり武器も作ってたり、まあテオールもそうなんですけど、あとはエファとかね、武器にしちゃってて本体持ってなくて、でなかなか優秀じゃないですか、リーダースキルとか、まあ、覚醒スキルもそうなんですけど、その辺ゲットできたらなと思ってます。マリエルは全形態持ってる。でマルシスもギターしか持ってないですね。そう、そんな感じです。でフェノンが武器にしてあると。はい、そんな感じです。その辺を引きながら、まあアズハ狙えれば出てくれればいいなって思ってます。行きましょう。アズハ、アズハガチャです、これは。金、金はもう違う、ごめんなさい、ごめんなさい、違うんだ、もうラウド。はい、アズハ、はい、はい、金3連続か。いきなりこのガチャ石10個だからな。アズハ、おー、やばー、きつー、ラウドしか出ないんだけど。はいはい、猫ちゃんが喧嘩を始めたか。よし、来た、アズハ、おー、ルオかな。はい、ルオ、なかなか癖の強い系のキャラです。火闇を同時に6個以上つなげて消すとっていうね、なかなか。やばいな、急にもう出る気なくなってきた。余裕でしょって思ってたんですけど、はい、よっしゃ、来た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 。あー、やばー、エノーラはまあ作ってないんですけど、作っておいた方がいいですね。このスキルがランダムでも使えるし、自分自身もしっかり火力出せるしね。アズハ、西の高校生探偵の彼女、それはカズハだよ。
あれカズハだよね。ほい、やばいなあ。この子かわいいんだよ、クルス。はい、うん、あーしんどいしんどい、金が続くのはしんどい。はい、ちょっとまずいっすね。はい、あー違う、ラリーかな、ラリーラリー違う、アズハ、欲しいのはアズハ。やだーやだよーやだよーやだよー、アズハー、アズハ。おー動いたー、オッケー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 、エファエファ。まあ進化後かな、一旦キラモブ刺さるしね、うん、刺さる的にはね。はい、ありがとうございます。フルートかわいい。やだー、アズハ出ないのは厳しいよ。交換所にいないからね。でさー、あの性能だとさー、ワンチャン使うじゃん。二旦エンハだよ、使うって。努力は皆さんしっかり取っときましょうね。スキブごと無効貫通が役に立つ時があります。ローネは進化前を温存でいいと思います。キラーブッササリマンです。頼むアズハ。この間のランダムの動画で分かったんですよ、僕は黙った時頑張れる、黙る。あーびっくりした、惜しいな、惜しいんだよ。ティリー、ティンパニかな、ティリー。公式ページにね、ちゃんとその担当してる楽器載ってるんですよね。あとで見ましょうか。頼むよアズハ。金めっちゃ出るな、気のせい。いや絶対気のせいじゃないよ。いやもう残り10回切ってるし、あーいやこれ石残すとか考えちゃダメだな、それどころじゃなかったわ。ちょっと意識が低かった、気合が足りなかった。これだ、これだ。うわーエッファエッファファ。はい、これで進化前も作ります。最近ね、全キャラ全形態持っておきたい気持ちが強くなってきた。意外とね、王冠コンプにはめちゃくちゃ興味あるんだけど、ボックスコンプみたいなのには全く興味なかったんですよ、意外と。でもここ最近ボックスというか図鑑か、気にするようになってきました。だからこその、あー、フェノン、ありがとうございます。イナフェノンもね、強化されましたから、フェノンの強化に伴って。はい、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 はい。あー、フェノン。出るときは出るな。エファンもさ、ね、2体出て、フェノンも出て。はい。アズハ。アズハなんです、動かなくていいんです。これはもう魔法石全部の流れだよ。ああもう全部の流れだよ、金出ちゃったもん、やだよ。でも止まれないよ、お願いお願い。ああミナコ、ミナコ、ミナカ持ってなかったんすよマジで。前回来た時、まだあれはアップバンク TV の時かな、
ハラミンさんと一緒にガチャ引いてて、ミナカ1点狙いでずっと引いてたんですけど、ずっと出なくて、ヨット初ゲットです。ありがとうございます。ミナカね、優秀ですからね。まあ、この無効貫通がついたのはちょっと謎ですけども。うん。ありがとうございます。よかった。いや、違うんだよ。ワンチャンね。ワンチャンミナカは交換行けましたから。これで出たらさ、最高だよ。あー、違う。アズハ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 、うわー、エノーララストか、ラストなのか。出れば全部 OK、 解決、全部解決、ここまでの引きとか関係ない。あー、まだやれる、まだ戦える。こっからはスピードアップでいきましょう。はい、違う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 、来い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 来ない、どうでも違う、来い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 、違う、あーしんどい、来い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 来ない、卵はカエル、カエル、こい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 、きた、アズハ、違う違う、こい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 、こい、きた、アズハ、おお出た、よかった、まあ1体でいっか、とりあえずよかった、でも出たから本当によかったよ、ありがとうアズハ、かわいいな、だいぶ好きな見た目してるし性能もいいし、使ったパーティー何か考えたいと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。